今日チャンスで中軸に回ってくるというのはこれ初めてです。まあ、やっとね、ライオンズ、ジャイアンツ戦らしくなってきましたね。初球の入りは初球ファーストゴロ、浅村セカンド放送と一塁はセーフだ。ダブルプレーは取れません。ロペスホームイン。併殺崩れの間にジャイアンツが1点を返します。3対1。ようやく1点を返します。この長の初球だったんですが狙っていたんでしょうか。いやー、まっすぐでそれで手が出たという感じですね。狙ってたら今なんかもね、そんなに厳しいボールじゃないですからね、うち狙ってたら打ちやすいボールじゃなかったかと思いますけれどもね、ただ出てしまったという感じですね。まあ、そういうところが今シーズンここまでの、その調子